さんこんにちは。痛み通り3月7日号です。まずは痛み市立痛みミュージアムが4月22日にグランドオープンするお知らせです。美術館、工芸センター、痛み号長館、柿森文庫が集まる文化ゾーンに博物館が加わりました。新たな歴史、文化、芸術の発信拠点、痛み市立痛みミュージアムが4月22日金曜日にグランドオープンします。基本テーマは酒と文化の香る街です。清酒発祥の地であり、文人墨客が訪れる文化の香り高い街として、美術、工芸、歴史、徘徊の各分野に及ぶ収蔵品を中心としました展覧会や講座、そしてイベントの実施、伊丹の酒造りを伝える文化財、建造物の公開など、多様な学びと体験を提供します。詳しくは伊丹市のホームページで確認してみてください。お問い合わせ先です。伊丹市文化振興課になります。電話番号は 072-784-8043、 784-8043 となります。それでは今週の伊丹通り、市政情報から始めてまいりましょう。では市政情報です。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は使わなくなった充電式電池やバッテリーなどを捨てる際の注意についてお伝えします。私たちの生活の中で使用するさまざまな電化製品には充電式電池やバッテリーで動くものが数多くあります。コンセントにつないでおかなくても使える電化製品はとても便利ですが、近年その数種類が増える中、間違った廃棄が原因でゴミ処理工程中のトラブルが急増しています。今回は充電式電池、バッテリー、それらを内蔵した電化製品の廃棄でどのようなトラブルが起きているのか、また正しい廃棄方法についてご紹介します。充電式電池の廃棄について教えていただくのは、伊丹市環境クリーンセンターの電池マン1号、2号です。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました電池マン1号と2号です。今日はよろしくお願いします。まずは日頃私たちが使っている家電製品の中でどのようなものに充電式電池、バッテリーが使われているのでしょうか。はい、それではまず藤井さんのご自宅や身の回りにある家電製品を思い浮かべていただけますか。その中でコンセントにつながなくても電動で動くものといえばどんなものがあるでしょうか。例えばスマートフォンとかテレビのリモコンとか、掃除機もコンセントにつながなくても動くものってありますね。そう、そういった家電製品には様々な電池が使用されているのですが、その電池にも一次電池と二次電池があることをご存知ですか。一次、二次電池？いや、聞いたことないです。では簡単に説明しましょう。一次電池とは1回だけの使い切りの電池。そう、私電池マン1号です。そして使った後充電をすると繰り返して何度でも使えるのが二次電池と呼ばれている、私電池マン2号です。久しぶりに動いて疲れてしまいました。そんな時は充電。元気になった。何度も使える電池って便利ですね。そうなんです。でも今日はその二次電池が引き起こしている怖い問題についてお話ししようと参上しました。
怖い問題？どういったことなんですか？はい、各家庭から定期的に出される燃やさないゴミやプラスチック製容器包装、その袋の中に廃棄されたリチウムイオン電池やモバイルバッテリーなどの充電式電池、またこれらを使用した製品が紛れ込んでいることがあります。そういった充電式電池がゴミ収集車やゴミ処理施設での火災処理工程で火災の原因となっているのです。充電式電池の中には燃えやすい液体が入っていて、電池が破損したり変形した時に発熱や発火する危険性があるのです。ここで分かりやすい映像があるので少し見てもらいましょう。これはゴミ収集車が回収したゴミの中にバッテリーが紛れ込んでいた時を想定した実験の映像です。バッテリーがゴミ袋に入れられましたね。そのゴミ袋が収集車に投入されました。そして強い衝撃が加わりました。するとご覧ください、煙が出てきましたね。いや、本当ですね。そして発火してしまいました。危険ですね。いや、あっという間に燃え広がりましたね。周りに燃えやすいものがあるわけですもんね。そうですね。最後は破裂しました。うわー、怖い。これがゴミの収集中に起きたとなると大変危険です。充電式電池は携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラ、加熱式タバコ、コードレス掃除機など多くの家庭用電気機器に使用されています。これらが誤って搬入された豊中市伊丹市クリーンランドリサイクルプラザでは令和2年度に845件の火炎検知件数が、また令和3年度に至っては1月末現在ですでに939件の火炎検知件数が確認されています。充電式電池は間違った処分の仕方をしてしまうと大変危険なのですが、リサイクルできる貴重な資源でもあることから適正な処分方法を理解していただきたいです。では適正な処分ってどうすればいいんですか？伊丹市では充電式電池は市内9カ所で行っている拠点回収に持ってきていただくか、市内7カ所の支所分室等に置いてある水銀使用廃製品回収ボックスや排出協力店の電気店に置いてある回収ボックスに入れてください。また電池が取り出せないものについては無理に取り出さず、そのまま使用済み小型家電回収ボックスに入れるなど排出のご協力をよろしくお願いします。市内7カ所の支所分室に設置されている回収ボックスに入れるとゴミ処理中の火災も防げて、さらにリサイクルにもつながるんですね。そうですね。先ほどご説明した市内9カ所で行っている拠点回収もぜひご利用ください。毎週1回午前9時から10時半まで環境クリーンセンターの職員が立ち会っておりますので、直接職員にお渡しください。充電式電池が引き起こす火災事故を起こさないようにするには、市民の皆様が一人一人分別を徹底することが必要不可欠です。めんどくさいからちょっとぐらいいいかなっていう、その気持ちが大きな事故につながります。ゴミや資源物を出すときには充電式電池が混ざっていないかどうか再度確認をしていただきますようによろしくお願いします。充電式電池などを処分する際は普段のゴミとして出さず、市内7カ所の支所分室にある回収ボックスか拠点回収に捨てるように電池マンに教えていただきました。その拠点回収で新たな取り組みがスタートしました。ではその新たな取り組みについて伊丹市環境クリーンセンターの池田
します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて藤井さん、食品ロスという言葉をお聞きになられたことはないでしょうか。最近よく耳にするようになりました。捨てられてしまう食べ物のことですよね。はい、そうなんです。本来はまだ食べることができるのに捨てられる食品のことを食品ロスと言います。令和元年度の日本の食品ロスの量は570万トン、そのうち家庭から発生する食品ロスの量は261万トンとなります。もったいないですね。そんなに多くの食べ物が捨てられているんですね。そうなんです。そこで環境クリーンセンターでは食品ロスの削減とゴミ減量化の観点から、昨年令和3年の11月から先ほどご紹介いただいた拠点回収でフードドライブを実施しています。フードドライブですか？聞いたことがないですね。フードドライブとは家庭で余っている食べ物を決められた場所に持ち寄り寄付する活動です。こちらの食品もフードドライブで集められた一例なんです。こんなにたくさんの食品が寄付で集まるって素晴らしいことですね。そんなフードドライブに参加しようと思った場合はどういったものを持ち寄ればいいのでしょうか。賞味期限が2ヶ月以上残っている常温保存が可能なお米、缶詰、レトルト食品などをお願いしています。アルコール類、生鮮食品、開封済みのものなどは品目によって受け取ることができませんのでご注意ください。フードドライブでご提供いただいた食品は伊丹市雇用福祉事業団などを通して市内の必要とされる方へ届けるほか、市内の子ども食堂などにも届けています。皆さんのご家庭で食べる予定がない食品がありましたら、お近くの拠点回収までお持ち寄りください。皆さんご協力よろしくお願いします。今回は充電式電池を捨てるときに気をつけること、そして食品ロスを減らす伊丹市の取り組みについてお伝えしました。充電式電池などの廃棄方法につきましては、伊丹市の各ご家庭に配布しておりますこちらの冊子、ゴミと資源物の分け方、出し方、こちらの34ページに掲載しておりますのでご確認ください。またホームページや広報伊丹2月号でも食品ロスや充電式電池の啓発について掲載しておりますので、合わせてご確認ください。皆さん、分別排出のご協力をよろしくお願いします。市政情報担当は藤井加奈子さんでした。ありがとうございました。